A-20 ハボック BD ハボックボストン飛行する a 2 0 g 2 0 d 4 2から86,657号機 A-20 ハボックはアメリカ合衆国のダグラスやクラフト社が開発した総発攻撃機である。第2次世界大戦中に連合国諸国に配備されて使用され、うちイギリスに供与された機体はボストンという名称で運用された。 海軍では BD として採用され、A-20 や BD としての愛称のハボックは破壊の意であるが、これはイギリスで回収された A-20 系列の夜間戦闘機に名付けられた名称の逆輸入である。後継機 A-26 開発後も使用が続けられ、アメリカ陸軍航空隊が作戦展開した前戦線,線で活躍した。 1936年3月にノースロップ社でハイネマンを中心とするグループによりベンチャービジネスとして研究が開始された。当初の機体はモデル 7A と呼ばれエンジンに P&W-985 アスプジュニアを総発で装備し前足式構造を持つ最高速度時速4 0 2トル爆弾層内へ40発の17リットル ピ爆弾を搭載する攻撃機として計画されていた。しかし、この案は実物大モックアップまで制作されたものの中止となった。より強力な機体が1937年に米陸軍より求められたことと、1938年にノースロップ社がダグラス社吸収合併されたことにより、開発の指導がダグラス社に移ったためである。 米陸軍が1937年に各航空機メーカーに要求した新型攻撃機の使用は1200リットル B の爆弾を搭載して1 9 3 0トルの航続距離を持つことであった。ダグラス社はノースロップ社で研究中だったモデル 7A の発展系をこれに当て、引き続きハイネマンをリーダーにエンジンをパワーアップさせた大型の機体。 モデルナバイトを開発することとなった。モデルナバイトは機種をソリッドノーズ化して 20mm 機関砲2門 7.62mm 機関16丁を装備するプランが発案され、爆弾も2000リットルビーまで搭載する計画となっていた。こうして1938年10月にモデル7ナバイトは初飛行に成功する。これはドイツとの関係が悪化し、 戦運が垂れ込めていたフランス空軍の注目を引き、1939年1月にフランスにてデモフライトしたが、テスト機は不幸にも事故で墜落してしまった。しかし、フランス側は本機を見放さず回収型の設計を求めた。ダグラス社はこれに応え、DB7 を設計し、これはフランスから100機の受注にこぎつけた。携帯も7バイトの発動機が、 主翼に串刺しになっているのを DB-7 は翼かへ吊り下げる形となり、以後の機体もこれを踏襲することとなる。機種は爆撃小準機と爆撃手席を設置した透明機種型で、武装はフランス規格の 7.5mm 機関銃に機種左右にブリスターパック固定式に各2丁。後方の銃手席と下方のトンネルガンポートには旋回銃として各1丁を装備する。 輸出用として一足下級機付きの P&WR-1830SC3G エンジンを搭載しており、同年10月31日には引き渡しが開始されるが、それに先立ち10月20日には追加として270機が発注されている。また後期生産型には発動機を二足下級機付きの P&WR-1830 SC-4G 都市、防弾板やセルフシーリングタンクも導入され、高高度性能と防御力が増している。実戦配備は1940年1月からであるが、半年後の6月にフランスが降伏。まだ到着していない追加発注分121機は、規格を英国仕様に改めてイギリス空軍が引き取ることになる。英国空軍は DB-7 を、 ボストンの名で自国に導入した。フランス規格の P&WR-1830SC3G 搭載の全期生産系をボストン I。R-1830SC4G 搭載の後期生産系をボストン2と呼称したが、後にボストン2を夜間戦闘機ハボック I に回収している。また、 改良型のライト R-2600A5 バイト搭載機を DB7A として100機投入し、これをハボック k 2に回収している。ハボックは機種に機上レーダーアンテナと前方固定式の 7.7mm 機関銃を8から12丁を装備するが、一部の機体には強力なサーチライトを搭載し、闇夜の敵を照射するタービンライトと呼ばれた特殊機が存在した。 ベ陸軍も夜間戦闘機型 P-70 が存在するが、これは A 空軍のハボックの成功に触発されたもので、別機である。さらにイギリスは、独自に300機を DB7 バイトとして、追加発注、これをボストン3と呼称した。また、オランダ空軍も DB7 バイトを DB7C の名で48機、採用する。このうち何機かは、 太平洋戦争中のジャワで日本軍に露覚されている。1939年6月にはアメリカ陸軍も A-20 の名称で導入を決め、63機が発注された。機体は DB7 バイトと同規格機であったが、武装は米軍規格の 7.62mm 機関銃に換装され、後部銃座の機銃は 7.62mm 連装に強化された。 透明機種内に、ノルデン爆撃小巡機を設置し、エンジンは、ターボ加球機付けのライト R-2600 から7であった。しかし、ターボ加球機に不具合が続出したために、生産途中から装備を取りやめ、ターボなしの R-2600 から11に、換装 A-20A として、中、低高度域専用機にする決定がなされた。A-20B は、 本格量産に入った武装強化型で発注数は123機。機種左右のブリスターパックは廃止されて 12.7mm 基準に強化。後部の旋回基準も同様に 12.7mm 連装とし、エンジンナセル内に各一丁の 7.62mm 基準を固定装備する。多くの機体は後に機種をソリッドノーズとし、 六丁の 12.7mm 機関銃を固定式に装備する地上攻撃型となった。また、後部爆弾層内へ757リットル入りの追加燃料タンクを装備可能となり、航続距離を上げている。レンドリース用に生産された A-20C はこれに加えて、爆弾層に魚雷搭載用ラックを装備。エンジンの出力に違いはないが、 集合排気管が水力式単排気管となって速度が時速 24km 上昇している。英国向けの機体はロストニーヤと呼ばれ、ソ連にも多数送られている。最多生産型の A-20G はそれまで現地、回収型しかなかったソリッドローズの地上攻撃系を生産型で初めて導入したシリーズとなる。エンジンは同馬力ながら、 エアフィルター付きの R-2600 から 23? となり、基始め燃料層も2044リットルから2744リットルに増加。さらに1416リットルの増装が装備可能となって、一段と航続力が増している。ソリッドノーズに配された武装は多様で、おなじみの 12.7mm6 丁の他に 20mm 機関砲4問に、下タイプもある。 防御武装も A-20G-20 以降からは、下部銃座を 12.7mm に換装し、後部銃座を配して背面に、動力式 12.7mm 連装機銃刀を設置している。なお、ナセル内の固定武装は配された。G 型を透明機種型にしたのが A-20J で、イギリスにはボストン4の名で169機が送られている。 最終生産型の A-20K はエンジンをライト R-2600 から29にして重量増加に対抗している。これもボストン V として90機がイギリスへ供与された。1941年、アメリカ海軍も A-20A を1機。翌年に A-20B を8機導入し、それぞれ DB-1 と DB-2 の名で採用した。ただし、 その目的は戦闘用航空機としてではなく、標的栄光のような広報任務用の雑役で、機銃他の戦闘用装備は取り除かれている。そのためか、最高速度時速 560km 等、飛行性能全般は数値的に上昇している。A-20 シリーズは米軍のみならず、レンドリースで、イギリスやソ連でも広く利用された。速度的に多少優れているかは、 特に高性能といった機体ではないが、操縦性が優れ、扱いやすい整備性で高い稼働率を維持し、何よりも多少の損害をものともせずに帰還できる高い生存性が評価されており、兵器の本質を理解した傑作機である。ありがとうございます。